ここは読んでいました。バレロン味方を走らせる、シュート、ゴール、追加点が決まりました。これで差は2点。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。フォロワーとしては寄せなければいけない場面でしたけど、少し遅れてしまいましたね。その結果フリーでシュートを打たれてしまいましたからね。確実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。ゲッツェ、コケ、ゲッツェ、浮かせて裏を狙う、通っていればというシーンでしたが、これは惜しくもオフサイド。ラキツキ、長いボールを送ります。スルーパス、ゴンサーロ・カストロ、どうする、自分で持っていく、まだある。バレロン、ジョレンテ、ゲッツェ、ジョレンテ、ふわっと浮かせてきます。ここも固い守りでボールを奪います。残ってますね。非常に集中していると思いますね。前半31分が過ぎたところ、2点のリード。チームの調子は非常に良さそうです。メルテザッカー、イバノビッチ、メルテザッカー、ジョレンテ、バレロン、ボールはモドリッチへ、自分で行く、これはスローイン。ジョレンテ、ゲッツに渡る、抜けてくる、シュート。いやー、キーパービッグセーブでしたよね。ゴール、点差は3点。試合が決まってしまうのか。たまたまではないでしょう。ポジショニングの妙、こぼれ球を押し込みました。やはりゴール前の嗅覚ですかね、はい、相手より早く反応する冷静な予測がこのゴールを生みましたよね。なるほど。3対0と順調にリード。あ、今もいい守備ですよ。前半の41分を回りました。エンビラ、ラキツキ、ゲッツェ、このパス越えるか。いい守備ですね。ベルナン、前線へのボール、モドリッチ、バレロン、長いボール裏へ落とす、いい形ですね。ボールつながります。さあ上げられるか。ボールがこぼれる。ここで笛、前半が終わりました。結果前半は3対0、大きくリードして前半を終えています。前半からいきなり3点差がつくとは全く想像してなかったですね。そうですね。
ットボールでは3点差が1つの区切りと言われています。次の1点でその差に加算があればそれは決定的なゴールと言えるでしょうね。3点をリードして後半へと続きます。後半です。上がっていきます。ここもしっかりディフェンスしました。やはり非常に守備は固いですね。抜けてくるモドリッチ、これはスローインとなります。フェルナンド、さあカウンターのチャンスになります。来ましたね。さあベントナー、ベントナーのシュート、目いっぱいのクリアですね。自分で行く、ボールをコントロール、ボールは前線へ出す、さあ左へ預けてゲッツ、イバノビッチ、メルテザッカー、イバノビッチ、モドリッチ、スローインです。厳しいチェックが入ります。これ来ましたね。サイドのスペースへ走らせる、さあフリーだ、シュート、これはもったいない場面でした。中央突破されてますからね、バイタルエリア付近でのケアが必要ですよね。3点をリードし試合を優位に進めています。いい形ですね。プレス来てましたからね。カウンターを仕掛けます。抜けてくる、固いディフェンス、トロワとしては打つ、ここ拾いたいですね。危ないシーンでしたが最後の最後までボールから目を離しません。決められてても全くおかしくないようなシーンでしたね。触る、シュートもあります。絶妙ですね。抜けてくる。後半22分になろうというところ、追いかける、組み立てていきます。ゲッツ、裏に味方を走らせる、シュートレンジです。シュート、しかし飛び出しのタイミング見事でした。バレロン、おー面白い、このボールをカットします。切り返してシャキリ、
スティーブン・テイラー、エンビラ、スティーブン・テイラー、さあ残り15分、フォローはなかなか前にボールが運べません。ゲッツェ、エンビラ、シャキリー、抜きに行きます。いいですね今のディフェンスもね。ここはカットします。ポケ、ゴンサーロ・カストロ、味方を走らせる、打った、モドリッチクリア、強引には行きません。ボールを受けます。主審よく見ています。これはファールです。イエローカードです。本日最初のイエローになります。トップスピードで仕掛けてきますからね。特にボックス近くまでは対応が難しいですよね。セットプレーのチャンスが続きます。今日4点目かというシーン。直接行くにはちょっと位置が悪かったかもしれませんね。時間がありません。もう41分、エンビラ、ゲッツェ、エンビラ、コケ、さあベントナー、さあカウンタースピードを上げたいところ、キーパー前へ蹴り出します。このボールに触ります。ここで受けるシュート、ゴール、トロはこのゴールであと2点です。ディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。意図的に狙って打ったんでしょうかね。はい、それにしてもそしてここで最後の笛、3対1勝利です。さあ七海さん、今日のゲームどうでしたか。常に主導権を握りながら自分たちのサッカーができたわけですからね。